皆ままおはようございますのでござざいいすすので本日は SCSK が描く2035年に向けた姿をこのジャパンモビリティショーの場でご紹介できること大変光栄に思っております私たち SCSK は創業以来50年にわたり幅広い業種業界に対して IT サービスをフルラインナップで提供しお客様の課題解決に取り組んでまいりました 技術と信頼を積み重ねてきた私たちが今まさに挑もうとしているのが進化であります現状に甘んじることなく先端 IT 技術を駆使し世界を変える企業体へと進化し競争 IT カンパニーとして次のステージを切り開いてまいりますテーマに掲げるのは社会との競争 SCSK は IT サービスを届けるだけではありません 私たちならではの強みを生かし社会に新たな価値を創出します IT の力でお客様の挑戦に寄り添い志を同じくする仲間と力を合わせ未来の可能性をともに描いていきますそれが私たちの使命でありますモビリティ業界は今100年に一度の大変革期 SDV の進化が加速する中 IT との融合による 価値創造が不可欠であります私たちは技術力と共感力を武器に IT の可能性を最大限に引き出し日本の基幹産業でありモビリティの未来を支える基盤の一翼を担う覚悟であります本日の参加はその第一歩でありますここから始まる競争の輪にぜひ皆様も加わってくださいここからはこのプロジェクトのリーダーである 三谷業務役員より私たちのの挑戦の詳細をご紹介してままいります私たちは一見無謀とも思える挑戦を始めました純粋なソフトウェア企業が自ら車作りに参加する私たちが目指したのは車体を作ることではなく社会の仕組みそのものを再生設計することです。 これまで自動車産業は垂直統合を軸に強靭なサプライチェーンを築き日本の世界の自動車彩国に押し上げましたこれは今でも健在で自動車産業の強みです一方今社会のデジタル化ライフスタイルの多様化が進みこの成功モデルにさらなる付加価値をつ,かつけていかなければ未来を描けない時代に突入していると考えています私たちは、IT、企業として 自動車産業に新たな価値、異なる常識を付加したい。クラウドとソフトウェアのスピード感で、自動車産業をよりオープンで柔軟な競争エコシステムへと進化させる。これが挑戦の出発点です。モビリティを起点に、新しい経済構造を生み出していきます。この挑戦は、IT 企業が産業構造そのものに踏み込む新しい競争モデルの実証でもあります。作るではなく、 つなぐことで、産業の壁を乗り越え、日本の強みを未来へとつなげていきます。私たちは、車を知能化されたパートナーと定義しました。目指す SDV の姿は、人と社会の関係性を深めるパーソナライズの進化です。例えば、車はあなたの行動とクラウド上の都市データを学び、毎日通勤時間をストレスなくサポートする。 移動中に会議ができる働く空間になりキロでは音や音照明が家族の時間を演出する使うたびに AI が学び生活のリズムや好みコンディションを理解していくつまり車が人の一部になり暮らしを拡張する時代が始まります自動車の価値のピークは納車日ではなくそこから始まる日々の進化の中にある SCSK はその変化を支える 社会と車をつなぐプラットフォームモビリティの新しい価値を定義していきたいと考えています移動という行為そのものが人生の価値観へと変わるそんな時代をソフトウェアの力で実現します車は単なる道具ではなく人の感情を移すパートナーへ私たちはその関係を育む技術を追求しています私たちの挑戦の本質は車を作ることではありません モビリティを通じて社会のデータを循環させる仕組みを作ることです。車は今、人と街、企業と社会を結ぶ動く情報ノードとして進化しています。車両から得られる走行データや物流、エネルギー、防災、医療など、さまざまな社会システムとつながることで、新しい価値を生み出せます。モビリティが社会全体の循環装置となることで、 移動そのものも社会を動かすすエネルギーへと変わっていきますそれを支えるのが IT 企業としての技術力と多様な産業をつなぐ SCSK ならではのデータ連携力です私たちは金融物流エネルギー医療など異なる分野と競争しながら社会のデジタルインフラとしてのモビリティに進化させていきたい私たちは車両データと社会データを結び人と街をつなぐ競争のハブを目指しています。 IT がモビリティを通じて社会インフラと日常をつなげるその接点にこそ私たちの使命がありますここで私たちの挑戦の象徴をお見せいたします 皆様いかがでしょうかこの車両は完成品ではありません私たちが思い描く未来の全てを盛り込んだものでもありませんしかしこの1台は確かな出発点であり社会との競争が動き出した証でありますここから日本のモビリティ産業が新しい時代へと進化していくその始まりを象徴しています 最後に私たちの決意をお伝えします私たちの目指す姿は社会との競争を通じて人々の暮らしと社会の仕組みをより良い方向へと変えていくことでありますモビリティは社会と人をつなぐ動くプラットフォーム私たちは IT の力でそのつながりを広げ誰もが豊かさを実感できる社会を目指します私たちの挑戦は車を中心に 人と社会をテクノロジーでつなぐ、新しい仕組みを作ること、モビリティを軸に価値が循環する社会を築くことであります自動車メーカー、サプライヤー、スタートアップ、自治体、大学、そして生活者の皆様とともに、次の時代のモビリティ社会を共に作ってまいります。社会との競争によって、未来は必ず変えられる、その信念を胸に私たちは挑戦を続けてまいります。